系ってさ割と短時間でなんとかなるじゃないですか。そうですね、本気でやれば、まあ、3日で終わるぐらいな、うんうん、竹田塾教務部長の中森です。竹田塾お茶の水本高校社長の太田です。中森先生、はいはい、ちょっと皆さんに聞きたいことがあります。アンケート、うん、はい、マークと記述どっちが得意？中森先生は？僕でもセンター得意なんでマークですかね。あ、うん、僕は断然記述でした。はい、皆さんどっちでしょうかね、はい、ぜひ答えてみてください、はい、お願いします。では、本来の、質問に答えていきます。はい、はい、英語で不安なことがあります、うん、この時期でネクステ系の文法書を周回したことがありません、うんうん、G マーチレベル、立教が第一志望で長文は8割以上取れるようになったのですが、うん、空欄補充のイディオムや語法系が全くできません。なるほど、はい、これ系ね、文法をねやるべき、対策するべきですから結構来るよね、はい、早稲田とかでも正語問題とかさ、うん、そういう対策した方がいいのかみたいなこととかよく聞かれるんだけど、はい、文法系ってさ割と短時間でなんとかなるじゃないですか。そうですね、本気でやれば、まあ、3日で終わるぐらいな、うんうん、量的にもね、はい、だから、はい、やった方がいいんじゃないとは思うけど、ね、そうですね、うん、まあね、長文で8割取れるってことはある程度英語力があるってことですので、うんうん、少なくとも文法の心得はあるでしょうから、うんうん、まあ、周回も早いと思いますし、うんうん、何よりもその一冊の拠り所を求めた方がいいと思うんです ね、うんうん、ですね。ここに書いてなかったことはもうしょうがないって言えると、うん、まあ、一旦ネクストのヴィンテージ一周回します。過去問入ってその出てきた問題とかが、まあ、ネクストとかヴィンテージとかに載ってるかどうか確認して、まあ、それの部分をちょっと覚え直ししたりとか、どうやってその問題の回答をこの設問だったら気づけばよかったのかなみたいなことを読む練習をするみたいな感じ、はい、でその問題集の回答だけじゃ分かんなかったら、まあ、例えばフォレストとかエバーグリーンとか一億年分とかそういう講義系のやつとかを読んで、まあ、理解深めるみたいな。そうですね、うん、はい、やっぱり時間もあまりかからないと思うんで、ぜひやっちゃいましょう、うんうん、はい、はい、今回は以上です。竹田塾公式アプリルート竹田ができました。入試までどんな参考書を使えばいいかがアプリでわかります。カリキュラムや参考書の使い方などを一目瞭然です。ぜひインストールしてみてください。